皆さんこんにちは。今日は映画青くて痛くて脆いの紹介をしていきます。まあ、タイトルの通り20歳前後あたりの青さ痛さ脆さがふんだんに詰め込まれている作品です。まあ、でもただただ辛い映画っていうわけでもなくて、テーマとして他人と生きるってなんだろう、人間関係ってなんだろうっていうところもあるので、見ていて考えさせられるし、話としても僕個人としては面白かったです。というわけで話していく順番ですけど、あらすじとネタバレ含みの感想の2本立てということでいきます。いつもは見どころも話すんですけど、ちょっと感想が長くしなってしまったので。というわけであらすじです。大学生の男子楓は人を傷つけたくないし、傷つきたくないという凝り固まった考え方を持っていたため、人間関係を作ることを避けて過ごしていました。しかしある日、楓の前に久野という同世代の女の子が現れ、楓は逃げるんですけども、結局日々久野につきまとわれるようになります。久野はなりたい自分になる、世界を変えるといったことを強く訴え、楓と共に秘密結社モアイっていう慈善サークルを立ち上げることになります。モアイの存在は周りから結構バカにされてるんですけど、楓はモアイでの活動の中、少しずつ凝り固まった考え方も変わったり、久野への思いも変わっていったりしました。それから数年、モアイは楓が活動している頃とは違う大学内でも有名な就活サークルとなっていました。二人で作った秘密結社モアイが変わったことに納得がいかない楓は、就活サークルとなったモアイを潰すことを試みるといったお話です。まあ、前半というか初め15分ぐらいは本当ハートフルです。このまま恋愛映画直行かっていう雰囲気なんですけど、ストーリーは全然違う方向に転がっていきます。なぜモアイは変わってしまったのか、久野はどこに行ってしまったのか、どうなってしまったのか、楓はなんで今モアイから外れているのか、そして楓がモアイを潰したいと思う原動力は、などなど、お話としての山場も多くて見応えのある作品だったですね。で、あとは出演者も主人公ヒロイン以外にも若手で力のある人たちが揃っているので、そこは見どころですね。ほんとキャラが立ってるし、そのおかげでストーリーも頭に入りやすいし、演技も熱が入っていてとっても良かったです。で、まあ今上映して2週間くらいなんですけれども、まあ、まだまだ上映してるし、見るに遅いことはないので、気になっている人はぜひ劇場に足を運んでみてください。主人公は大学生ですけど、広い年齢層に共感が得られるような、そんな作品かなって僕は思いました。で、次に感想考察に行きます。ここからネタバレ含みますね。僕は面白かったですね、これ。ほんとこういう人間関係のごたごた、まあ、特に青春時代の傷つきやすい感性が衝突を繰り返して丸みを帯びていくような、角のついた石が急な坂を転げ落ちて角が少しずつ取れていくような映画は大好きです。そしてキャラ設定、まず主人公楓は人を傷つけたくないし傷つきたくない、だから他人とは極力距離を取りたいという生き方、まあ、ある意味悟っているっていう感じの最近の主人公像としては結構見かけるんですけど、やっぱそういうのは誰しも思っているし共感できる部分だなって思ったし、僕にはその楓の設定、性格っていうのが刺さりましたね。即感情移入できました。それから基本一人ぼっちで過ごしている楓に近寄る、まあ、天真爛漫でちょっと痛いヒロイン秋吉久野、この組み合わせ、この出会い、もうほんと王道ですよね。ただ普通だったらここからゆっくり恋愛につながったり、ドタバタがあったり事件があったりしつつも最終的には恋愛につながるっていうのがよくあるパターンだけど、この作品はこの王道展開っていうのに修復不可能な大きなひびを入れるところが始まりっていうのが、今後の展開どうなっていくんだろうって考えさせられるし、非常に引き込まれるところでした。で、今王道に修復不可能なひびを入れるって言ったんですけど、このひびの入れ方が光る作品でしたね。楓と久野が大学でサークルのモアイを作り、最初は嫌がっていた楓も久野の一生懸命さに惹かれるようになったり、まあ、ここまではほのぼのしたところなんですが、そこから少しずつ人が集まり、久野に彼氏ができたことを知って楓は疎外感を感じ始めてしまうあたり、まあ、正直よくある話といえばよくあるんですけど、この久野との出会いから楓が疎外感を感じるあたり、
そこら辺までがすごい丁寧なんですよね。楓も初めはあんなに嫌がってたくせにどんどん久野に惹かれていく、そういう気持ちの変化が表情にすごい出てるんですよね。モアイを結成してからはとにかく楽しそうに活動しているっていうのが楓からは見えました。久野も楓と話すときはめっちゃ笑顔だし、活動している2人は輝いている、明るい描写を本当に詰め込んでいるんですよ。本当2人だけだったら平和のお話だったのかもしれないんですけどね、そういう明るい描写があったからこそ楓が疎外感を感じ始めるあたりは見ている僕らも本当きつい気持ちになるっていうね。まあ見ている僕らにこんな思いをさせるために初めに丁寧に明るい描写をちょこまか入れてきたのかって思うと、狩山俊介監督やってくれたなってちょっとね思いましたね。まあいい意味ですけどね。まあこの楓が感じた疎外感っていうことについて話すと、こんな感じにリアルな人間関係だけじゃなくて、本当身近なところでもなんかこういうのあるよなって思いました。例えば人気はそこまで高くないけど個人的に好きだったバンドや歌手がブレイクして、歌う内容も変わってしまってどんどん遠くに行ってしまった気がしちゃう時とか、まあ、YouTube で言えば登録者数は少ないけど好きだった配信者さんがある日人気が出て配信にしてもコメントの流れもめっちゃ早くて読んでもらえなくなったり、大多数のファンに合わせてどんどん方向性が変わっていっちゃったりとか、まあ今はネットがある分余計そういうのがあったりするんじゃないかなって思います。そういう時の疎外感、喪失感っていうのは結構なものなんじゃないかなっていうのはありますよね。でも生きていく中でそういう気持ちになることは少なくないです。もちろんネットだけじゃなくてリアルでもあるはずっていうか、むしろリアルの方がきついと思うけど、まあただそんな人生、辛いことの起こる人間関係をどうやって生きていけばいいのか、どう付き合っていったらいいのかっていうのがこの映画のテーマだと僕は思うんですよね。楓が疎外感を感じて傷つき、モアイを潰したいと思うところもまあわかるようで、見ている僕らはまあちょっとやりすぎだろうって思ったりで、まあ、心はザワザワさせられるんですけど、まあ、最終的に楓がたどり着いたちゃんと傷つけっていう答えに心の中でちゃんとガッツポーズが僕出ましたね。もうほんと角のついた石ころが急な坂を転がりながら丸くなって割れずに下まで転がってこれた、そんなイメージ、よくここまで来たって思いました。まあ、最後も考え落ちなんだけども、きっと最後の楓なら前を向けるような気がしてきますね。見ている僕らを勇気づけてくれるようなそんな作品だと思いました。あとはこれも最後の方ですけど、楓と久野がお互いの気持ちを言い合うところはきつかったっすね。まあ、けど名シーンですね。主人公楓役の吉沢亮さん、そしてヒロイン久野役の杉咲花さん、ほんと超良かったっす。あの言い合いのシーンですね、ほんとお互いが正論なのか罵倒なのか、まあ、主張をし合うところは迫真でした。モアイ結成の頃の本音からお互いの切り札となる言葉、まあ久野は楓に私のこと好きだったのとか気持ち悪いとか、楓は久野に俺は嫌がってたのにとか、お前なんて相手にしなければよかったとか、もう本当お互い切れ味のいい言葉が出てくるし、二人が織りなすもう喧嘩の嫌な雰囲気っていうのがピリピリきてましたね。楓役の吉沢さんの目がちょっと憤って震えてる感じでしたもんね。まあ、当然なのかもしれないけど、ほんと楓になりきってるって感じだったし、揺さぶられましたこっちも。あと出演者が目を引く人ばかりだからキャラクターが立っていてストーリーも飲み込みやすかったし、映画を見ながら頭の中で整理もしやすかったです。主人公とヒロインだけじゃなくて脇役に力入れてる映画は本当に厚みが出るし、彩られますよね。で個人的には楓の友人東助役の岡山天音さんがすごい好きです。主人公の友人だったり部下だったりっていう役をやらせたら本当右に出るものないって感じですね。まあ個人的な感想ですけど、まあいろんな映画で天音さんは脇役で出演していることが多いんですけど、どれもいいんですよね。まあ人間の不完全さがにじみ出るような演技というか、もうそこが本当いいです。安定感ある演技で厚みのある存在でした。あと脇坂役の江本佑さんも本当いいですよね。楓と久野の関係にひびを入れた人間であるんですけども、どこか大人びているというか悪さを感じさせない雰囲気が良かったですね。セリフの話になっちゃうけど、最後の方のセリフで
人間は誰かを利用して生きている、それでいいんじゃないかなみたいな言葉があって、なんかハッとさせられましたね。人間関係で誰かの特別であり続けることを考えてては苦しいのかもしれないなって。誰かの特別になるっていうのはいいことなんですけども、いつまでも誰にでもその考えを当てはめようとするっていうのは自分の首を絞めるだけなのかもしれないななんて思ったりもしました。まあ、ちょっと感想が長くなりましたけども、今回以上になります。もうちょっと言いたいこともあったんですけど、本当長くなっちゃうので。まあ、よかったら評価ボタン、コメント、登録お願いします。ありがとうございました。